Jump Da Bebe with Hey Say Jump featuring Daiki Alioka and Yuya Takaki。 こんばんは、平成ジャンプの有岡大輝です。高木優です。ジャンプ Da Bebe 略してベジャン始まりました。よろしくお願いします。お願いします。さあ、そしてなんと今夜は、はい、クリスマスイブということで、イブイブだ、イブイブじゃねえ、イブだ、クリスマスイブって言ってるじゃないですか。イブイブだったら23日になっちゃいますからね。前か。そう、今夜はクリスマスイブということで、いいですね、嬉しいですね。ね、はあ、今街も綺麗だしな。もうそうだね、うん、僕の下手したらクリスマスよりテンション上がるかもしれないです、クリスマスイブって。なんでだろう。プレゼントもらえるのどっちだ。まあまあまあ、そのサンタさん靴下に入れてくれるのは 25? 僕はね、24の夜でしたね。そうだよね、サンタさん来てくれるのは24の夜に来てに、で25日の朝、うん、プレゼント来てるって感じでしたね。そうだよね、来るかな。いやー、来るといいですね。さあ、そしてね、実はベイジャンなんですけども、はい、今夜が今年最後の放送となります。はい、そして、まあ来週はですね、あの年末年始特別編成ということで、来週がお休みはいになってしまうんですけども、ちょっとね、今回1年をね締めくくるような素敵な放送にしたいなと思っていますので、最後までお付き合いください。よろしくお願いします。お願いします。さあ、それではまずは、じゃあいつものように普通歌から紹介していきましょう。ラジオネームナリピーさん、うん、2021年11月26日にベイジャンが400回目の放送を迎えられたということで、はい、誠におめでとうございます。ありがとうございます。記念すべき400回目の放送のエンディングで、大ちゃんがこれまで何通のお便りを紹介してきたんでしょうかと言ってたのを聞いて、勝手ながら過去400回の放送で読まれたリスナーさんからのお便りの数を数えてみました。すごいな、マジで。いや、めっちゃ、だって1回のシャープでめちゃめちゃ読んだ回もありますからね。そうだよ、すげえ。じゃあいきますね、はい。リスナーさんからのお便りは2014年4月4日の放送開始から、うん、2021年11月26日放送分までで、うん、2358通でした。すごい。ラジオネームの頭文字で一番多いのはあで293通、うん、2番目に多い頭文字はゆで152通。意外とゆなんだ。3番目に多い頭文字はまで148通一番少ない頭文字はロで3通でした、うん。3通のラジオネームが気になると思いますので、うん、どんなラジオネームか勝手に発表させていただきます。ローカルジャンプさん、ロミオさん、ローナリンさん、ローナリンでした。へー、これからも毎週ベージャンの放送を楽しみにしています。あー、数えんの疲れた。いや、でしょうね。特に目が疲れたなーということで、うん、ベージャンオリジナルアイマスクがお家に届くのを楽しみにしています。うまいですね、ペペロこれは。でも本当にこんだけ時間かけてね、たくさん、めちゃめちゃ時間かけて調べてくれたんだと思うんですよ。いや、本当相当大変だと思うよ。これはちょっと本当にプレゼントしたいですね。いや、これした方がいいんじゃないねえ、あげましょう。これあげましょうか。あげましょう。目休めてもらって。じゃあちょっとナリピーさん、本当にたくさん頑張ってくれたので、はい、ベイジャンオリジナルアイマスクプレゼントいたします。イエーイ。送らせていただきます。ありがとう、ナリピーさん。すごいね。で、面白いよね。だから、そのお便りの数だけでもすげえってなったのにさ、うん、しっかりラジオネームのね、頭文字までね。いや、本当調べてくれて、何時間かかったわけ、これ。いや、もう本当何日かかったのって話だよね。ね、あなんだね、一番多いのはね。愛を感じますよ、うん、この番組への。もうこっから数えててくださいさ、ちょっとまたね、来年末また言ってるかもしれない。俺また発表したいですね、これね。いや、でも分かんない、これ400回目の放送を迎えられた記念でもあるから、うん、次はちょっと、まあ、500回目かなになってくるかな。だからこのデータは残しておいてもらって、そこにちょっとプラスで、ね、プラスしてってください結果こうなりましたということをね、教えていただけるととてもね、嬉しいな。うん。はい、いや、ナリピーさん、本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとう。さあ、というわけでですね、このようにまだまだ皆さんからの質問を募集していますので、自由に書いて送ってきてください。お願いします。お願いします。さあ、それではジャンプダベベ、今夜の1曲目参りたいと思います。はい、平成ジャンプでスノーホワイト。お送りしたのは平成ジャンプでスノーホワイトでした。ジャンプ Da Bebe with Hey Say Jump
featuring Daiki Alioka and Yuya Takaki。 さあ、ベイヘムからお届けしていますジャンプだベイビー、略してベイジャン。今週はこちらのコーナーをお届けしましょう。ベイベーニュース。はい、このコーナーはですね、リスナーの皆さんのクスッと笑える話、暴露したいこと、ジーンときた話など、身の回りで起きたニュースを募集しているコーナーとなっております。じゃあ早速、じゃあ高木さんの方から紹介お願いいたします。はい、ラジオネーム愛子さんから、うん、先日行ったスーパーの精肉売り場での出来事です。はい、バックヤードから店員さんが出てくるなり、豚足のお客様と大きな声で叫んだのです。はい、豚足を注文していたお客様へ、準備ができましたよと呼んでいるのだと状況を理解しながらも、うん、私の頭に浮かんだのはいわゆる豚さんの足、うん、え、豚足のお客様お客様の足が豚どんな人が注文したんだろうと思ったらおかしくなってきて、はいはい、辺りをキョロキョロ見渡していたら、再び店員さんが豚足のお客様と大きな声で叫ぶので、私はおかしくておかしくて、うん、ニヤニヤしながらその場を立ち去りました。うん、去り際に見えたのは豚足を受け取る綺麗なマダム。はい、店員さん、それを言うなら豚足をお待ちのお客様でしょこんな出来事にスーパーで一人ニヤニヤしてしまいました。はいはいはい、あ、分かっていてもね、分かるんだけどね、分かってはいるんだけど、確かに想像してしまうよね。うん、豚足のお客様豚足じゃなくて、トコ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 ね、うん、来るのがね、想像してしまったんでしょうね。こういう想像で笑っちゃうことってあるもんね。あらあら。じゃあ続いて、はい、ラジオネーム大ちゃんにあやかって呼んでほしいさんからですね。あやか、これはクスッとしたというよりかは、うん、私が周りに話して笑われた話です。うん、学校で国語の定期テストがあり、国語が大の得意だった私は難なく解いていたのですが、はい、仲の悪い人同士が一緒にいることを四字熟語で何と言うでしょうという問題が出て、四字熟語、うん、思い出せず最後に飛ばしたものの、そのままテストも残りわずかになりました。はい、そして最終的に私が回答欄に書いた言葉は地獄絵図でした絶対に違うとは分かっていてもそのまま提出し、そのことを家族に話すとすごい笑われ、自分でも冷静に考えるとおかしな話だと思いました、うん、ちなみに大ちゃん、ゆうやくんの得意教科は何ですか。またクイズなどで珍回答したことありますか。はいはいはい、覚えていれば教えてほしいです。なるほど。まあでも間違って笑いよ。地獄絵図いいですよね。ああ、仲の悪い人同士が一緒にいることを地獄絵図。よく地獄絵図が出てきましたね。でもね、ね、これね、正解はね、それ何、五越同州。知らなかったっていうらしいです。五越同州。五越同州。ちょっとジムして。むず、初めて見た。知らないわ。五越同州。五越同州。五越同州。絶対これ次問題出ても分かんない。いやー、ちょっと本当に覚えてられるか不安ですわ。出てこないわ。いや、でも俺地獄絵図の方が正解だと思う。これ先生がどうその回答を見てどう思ったか知りたいですよね。爆笑しただろうな。うん、確かにっていう。ああ、地獄絵図だな。確かにそうだなってなったよ、ね、絶対。いや、面白い。面白かった。ありがとう。ありがとうございます。続いてラジオネームアリミューさんから。うん。最近クスッとしたことがあったのでお便りを送ります。教えて。私の母は保育園の園長先生をしているんですが、素敵。保育園で使うおもちゃなどを家庭で使わなくなった。
お送りしたのはキックザカンクルーでクリスマスイブラップでした。Jump da baby with Hey Say Jump featuring Daiki Alioka and Yuya Takaki。 平成ジャンプの有岡大輝と高木優也がお届けしました。さあジャンプ大ベイベー、そろそろお別れの時間となりました、はい、まだまだですね、皆さんからのメールお待ちしております。ベイフェムのホームページからベイジャンを選んで、ベイジャン専用のメールフォームから送ってください。お願いします。お願いします。さあというわけで、まあ、年内ラスト、うん、ということでしたけど、まあ、さっきもねちらっと話しましたけども、うん、2021年もとても2人にとって、はい、そして平成ジャンプにとって素敵な年になったということですが、2022年もね、うん、ワクワクするような年になるといいですね。15周年イヤーですから、そう我々平成ジャンプ、はい、共に皆さんと盛り上げていければなと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。さあということで、ジャンプラベビー略してベイジャン、来週はお休みということで、次回は年を明けて1月7日金曜日にお会いしましょう、はい、それではお相手は平成ジャンプの有岡大輝と高木優也でした。まあじゃあせっかくなので、はい、本当はね良いお年をと締めくくるタイミングなのですが、うん、僕たちからせーのメリークリスマス、来年もベイジャンよろしくね。